を拾ってですね、食べさせてすると、お手手が危ないですので、中で餌やりは、しないようにお願いします。はい、食べましてから、お野菜を上げようので、お分かりいただきます。こちらの方ですね、こちらであげていただくようお願いします。また、お野菜あげられた黒いパップを、ヤギの時など頭を横に振ることあります。その時ヤギの、頭の角当たると危ないですので、ご自身のお顔をヤギと振外の触れ合い体験は受付終了とさせていただきます。モルモットとの触れ合い体験ご参加ご希望のお客様、触れ合い館入り口広場展示場横整理券配布場所でピンク色の整理券お取りいただきまして、集合場所をお進みください。モルモットの触れ合い整理券5名様まで1枚の券でご参加いただけます。ヤギとの触れ合い整理券は緑色の整理券、ただいま触れ合い館ではモルモットとヤギの触れ合い館の整理券をお持ちのお客様は、手洗い場で石鹸での手洗いを済ませの上、職員ご案内するまでヤギ展示場入り口前でお待ちください。